こんにちは、にじこです。早速ですが、今日もお誕生日の方がいらっしゃいます。9月19日、あつこさん、お誕生日おめでとうございます。ねえ、なんか記念する配信の日が誕生日なんて嬉しいって書いてくれていやいや、そんなそんな、ありがとうございますね。あつこさん、あつこさん続きますね。はい、ダブルあつこっていう話も飛んでましたけどね、本当に素晴らしい素晴らしい一年になると、はい、固く決めて、はい、あの素敵な一年をスタートしてください。はい、おめでとうございます。はい、そしてですね、今日もいろいろ話したいことあるんですが、今日は情報もちょっとあるかな。昨日インスタストーリー見ました？風さんのパピー&マミー、お父様とお母様がちっちゃく映ってて、あれテレビ電話の様子ですよね。風さんは安定の、あの爆発ヘア、寝起きの爆発ヘアかな、うん、なんかあの息子の顔になってましたね、うん、あれをなぜ載せてくれたかってね、皆さんもなんかピンときた方多いかとは思うんですが、なんかあの私が思うには、まあ皆さんもそういう方多いと思うんですけど、なんかあのご実家のみっちゃむが閉店されたという話がツイッターにあったみたいで、うん、あったみたいでっていうかありましたね、うん、でなんかいろいろね、皆さんがあの残念があったり心配されたりね、あの以前お母様が病気されたみたいな話もあったから、そういう心配もされたりとかいろいろ飛び交ってたので、まあ風さんが心配ないよっていう意味であげてくれたのかなって思ったんですよね、うん、すごく元気そうなね、綺麗なお母様と後ろにおとん様が横になっててね、くつろいでらっしゃる、うんね、なんか今はもう里庄の方にあのいらっしゃらないっていう話もねあったりで、それもねやっぱりこう騒がしくなって住みづらかったのかなとか、いろんな憶測もありましたけど、うん、まあ憶測に過ぎないのでね、本当のところってのは何とも分かりませんけれども、あのただもうお父様もお母様も平穏にあのこうね、幸せに安寧に暮らしていただけたらって願うばかりですよね、うん、まあそれとは別にみっちゃむ勝手にファンの中ではもう聖地ということになっててね、いつかはみっちゃむにみたいなのがありましたからね、すごく残念な思いはあの分かるし、ね、そんな声がいっぱいありましたけど、うん、まあでもね、あのこれも仕方がないことですよね。あのツアーの落選当選の話も仕方がないことだし、これも仕方がないこと、なんか思うようにならないことっていっぱいありますからね、うん、で何より閉店したことでお父様お母様が一番残念に思ってるかもしれないし、風さんもね、うん、まあ、でもやっぱりもう風さん今の状態っていうのはもうとんでもない、もうあの大スターになっちゃったんで、それはそれはあの想像つかないほどの方が行ってらっしゃるんじゃないでしょうか。よく里庄に行ったっていうようなの見かけますけどね、うん、それでまたね、大人も子供もみんな仲良しって風さんが言ってたように、人口1万人の小さな町でなんか本当に皆さん親切みたいですよね。小野商店の小野さんはもちろんのこと、もういろんな役場の方やら、あのなんかそこに住まわれてる方やら本当に親切で優しくてっていう方ばかりの話しか聞かないんですよね。でお父様お母様ももうそりゃあね、あの優しくて素敵な方だってのはもう想像がつきますよ。もうあの風さんはじめ4人のお子様、素敵なお子様方を育てたご両親ですからね、うん、まあだから難しいですよね。なんか一
行きたいって気持ちと、でもそのそういう人たちが殺到したらって思ったりするとね、やっぱり静かに住まわれてた皆さん優しいけれども、でもどうなのかなと思ったり、まあその辺はこうやっぱり様子を見ながらっていうか、お互いにハッピーであるっていう状況がいいですよね。まあでも本当にね、しょうがないことってありますけど、まあ残念でしたね。でもどうぞどうぞね、お父様お母様ずっとお元気で、和さんを見守ってね行かれることと思いますが、お元気でいてほしいですね。はい。そしてですね、まあ当落でね、ライブの当落、当選落選でまあ湧いてるわけですが、ちょっとコメントもねちょっと紹介させていただきたいと思います。いきなり、今朝チコちゃんに叱られるよう見てて、麻生久美子さんの話し方がにじこさんにそっくりだと思いました。都会の女やなと感じましたって。もうちょっと全然麻生久美子さん似ても似つかぬ私です。はい、都会の女ではないんですよね。都会疲れるんですよ。私都会行ったらすぐ帰ってきます。はい、はい。ありがとうございます。そしてそうみっちゃむの閉店のこともね、たくさんの方がコメントでお知らせしてくださってましたね。はい、そしてなんかミニ情報でね、なんか岡山トヨタのホームページのコミックマガジンの最新号になんか小野商店が紹介されてて、風さんコーナーも映ってたとのことですよ。ウェブコーナー、ウェブマガジンなどで見れますと、岡山トヨタホームページ2021年秋号ボリューム84、13ページだそうですよ。よかったらね見てみてください。それからさっきまでロナウドゥさんの生配信見てました。あら、そっか、生配信そうだった、私見逃しちゃった。後でね拝見させてもらおう。ロナウドゥさんの生配信見てましたが、ライブのチケット当たらなかったという方が意外と多くてびっくりしました。虹友さんの当選率の高さは虹子さんパワーですね。いやいや、それは分かんないですけど、でもそうですよね、当たった方何十人もいらっしゃいましたもんね。ね、それからみっちゃんの閉店のねお話、そして寂しい気持ちもあるけど、まあご高齢ということもあってね、コーヒー飲みに行きたかったけど残念だと、でも感謝の気持ちでいっぱい、そう、風さんを育ててくださってありがとうって気持ちになんかなっちゃうんですよね。なんかおかしな話なんですけどね、本当にそう思います。はい。それから、あ、これはライブ配信のことですね。ロナさんばりに笑かしてくださいって、ちょっと私そういう担当じゃないんですけど。それから残念ながら2時も外れてしまいました。このところコンサートやイベントの軒並み落選、神様がまだそのタイミングじゃないよと言ってるのだと理解して気を取り直して日々精進します。大丈夫、元気です。ね、残念でしたね。いやでもね、まあ今日ちょっとスタンド FM でも話したんですけど、ちょっとあまりにねちょっと思いがちょっと込み上げてきて、私夜中に話して、さっきまた話してて2個話してるんですけど、残念だって思うよね。無理やりポジティブにしなくてもいいです。残念は残念ですからね、悲しかったって気持ちも大事にしてあげてくださいね。そしてまた次回にでね、次回に楽しみをね持てたらいいなと思いますね。そしてにじこさんによるずつダイアリーの読み聞かせ、自分が読んだ時以上に内容がスッと入ってきて泣けました。そんな、ありがとうございます。ライブを開催するまでの経緯を丁寧に語ってくださるなんて嬉しいですね。
ズズさんは風さんにはもちろんですが、私たちにも寄り添ってくれてるように思います。ありがたいです。本当にこれ思いますね。ちゃんとそのストーリーを話してくれるんですよね、ズズさんって。それが本当に嬉しい。そんなこと別に話す必要ないじゃないですか、ファンに。だけどなんか一緒に作り上げる、なんか仲間共有してほしいみたいな感じをね、私は勝手に感じて本当に嬉しいんですよね。なんか嬉しいことも、あの悲しいことも、あの歯がゆい思いをすることも、なんか全てね一緒に感じてほしい、一緒にもがきましょうみたいなね、そんな感じがしてすごく嬉しいですね、うん。あ、ちなみに今日のお写真はアプリから優しさです。はい、優しさの風さんね、これも本当王子様みたいで、なんかコメント欄に身分を隠してこっそり現れた王子様みたいな、なんかすごいよくわかると思って笑っちゃったんですけど、本当にこれはあのね、王子様風さんですよね、うん。なんかあのとてもこの時23歳には見えない、22歳だったかな、22歳だったんじゃない、この時まだ5月だもんね、見えない、うん、本当にね。そう、そして、こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらってます。私も風さん音楽家だと感じていました。そう、なんかね、ミュージシャンも音楽家も同じなんだけど、なんかニュアンス的にね、そう、将来にはプロデューサーとしても活躍できそうって、いやー、そんな気がします。もう風さんはなんか作り上げる方もね、すごく能力がありそうで、だってあのアレンジ、あのカバーアレンジ見てたってね、すごいじゃないですか、うん。それにあの憑依っぷりとかね、なんかいろんなことできそうですよね。あの小ネタ仕込んで、あの動画撮ってたのを見ててもね、本当にいろんな能力を感じますよね、うん。それからにじこさん、もしこけたってにじこさんキャラならそれはそれでネタとして笑いましょう。うまくいったら尊敬しちゃう。どっちでも楽しい幸せな時間ですねって、あの配信、今夜の配信のことですね。もう、はい、笑ってください本当に、うん。はい、それから機械音痴の私が毎日インスタに投稿しているなんて自分でもびっくりです。風さんを知ってから自分がどんどん変わっていくのを実感しています。風さんに出会えて本当に良かった。一人でも多くの方に知ってほしいですねって。うん、わかります。もう風さんを知ってから自分がどんどんポジティブに変容していくって方すごく多いですよね。本当にもうそういう風に行動させちゃう人なんですよね、風さんはね。本当に、いや、素晴らしい。はい、それから、うん、やっぱりこうみっちゃむ残念のお話ですね。それから今日はお誕生日コールをいただき本当にありがとうございました。こんなに嬉しいものなのですね。皆様のおっしゃる通り、にじこさんに言われると本当にそうなる気がします。何回も聞いて自分を鼓舞しました。 ありがとうございます。うん、そう思ってくださるならそうなります。そう、本当に、うん、そんな役割に私がなれるなら嬉しいですね。はい、はい、そしてにじこさんのおかげで昨日はお祝いメッセージくださった方とお話もできました。とっても優しくて素敵な方で、やはりにじこさん、風さんを好きな方は同じような心を持たれているのですね。ありがたくて嬉しくて言葉にならない感動がありました。いやー、本当にあのやり取りがね、あったかいですよね。皆さん本当に、うん、優しい。もうそういう方しかね、集まってこないんですよね。本当に嬉しいです、私も、うん。それから、にじこさんの生配信楽しみにしてます。ありがとうございます。にじこさんの声にも優しい波動を感じます。スキマスイッチさんの奏で、どんなとこにいたって僕の声で守るよ的な声で守られている気がします。いつもありがとうございました。まあ、ありがとうございます。奏で好きです、私も。もう本当に好き。もう一時すごい聞いてたこれ。うん、ね、はい、ありがとうございます。それから、みっちゃむの閉店を知り、そして二次落選を知り、がっくりな一日でした。うん、お母さんはお元気そうなので安心しましたって、なんか
見かけた方からの情報だと、うん、本当にお母様お元気そうでね、ストーリーでも本当にそれは本当に良かったと思いますけどね、うん、がっかりな一日でした。そうですね、がっかりっていう気持ちも大事にしてください。うん、無理やりポジティブにならなくてもいいですからね。はい、はい、それからソラさんの黒猫の単語ご存知ですか？めっちゃ癒されます。そう、これね見せていただいたんですけど、もうね癒されますよ。あれ飼われたんですね、ソラさん。黒い猫ちゃん、子猫ちゃん、かわいい、めっちゃかわいくて、ピアノの上に乗ってて、その黒猫ちゃんをニコニコして見ながらソラさんが黒猫の単語を弾いてるっていうね、なんとも言えない、もう癒される動画で、うん、ちょっとこれ概要欄に貼っておきますね、うん、それから仕事から帰宅してイヤホンからにじこさんの話に耳を傾けながら遅めの夕飯をいただくのが日課の風民です。嬉しい、もうなんて嬉しい、うん、で、高校生が合唱する回廊に感動してしまったので教えていただいたお礼を伝えたくてって、まあ、ありがとうございます。そう、旅路の合唱もいいですが回廊も泣けますねって、本当にそうですよね。合唱曲の定番になるといいなと思いますって、うん、本当になるんじゃないですかね、うん、いつもにじこさんの考察力洞察力に感嘆しながら心地よく聞かせていただいてます。まあありがとうございます。もう勝手な私の思いですけどね、はい、うん、それから、にじこさん聞いてると良いパワーをもらえる気がするんですよ。大丈夫じゃなくても大丈夫、ありがとうございますはい、それからね、そう、2時ね、残念だったっていうのも、うんね、本当に、いや、そしてズズさんの言葉にもにじこさんの声を聞いただけで泣けてきます。思いが通じないことって悲しいな、周りが眩しいと思うくらいへこみます。私にしかできないこと、自分の光を信じて今の感情を消化できるよう味わいます。そうですね、本当に、うん、もう泣いても泣いても泣けると思います。でも本当に涙を抑えることなく、本当に感情を出し切ってくださいね。悲しいんだもんって、なんでだよって、うん、はいはい、ありがとうございます。それからエントリーができてなかったという方もいらっしゃいましたね。なんか初めてだったりすると要領がわからないとかね、うん、そういうこともまああるでしょうね、うん、うん、そっか、そう、でも常に助け絆師の精神をいつも持ち合わせてね、ね、そういう風さんはそういう人だから、だからもうまだチャンスはある、最後まで諦めずに頑張る、うん、本当にそうです。そういうことも今日ちょっとFM で話してるんですよ。ちょっとね今日は聞いてほしいと思います。私ぜひ聞いてください。2本あるんですけど、当落落選当選の引きこもごもでね、妬んでも泣いてもいいですよっていう話と、それからもう1本は腐ったらいけんよって風さんよく言うじゃないですかね、その言葉、そして望みに制限はいらないっていう、ちょっと話すのに勇気がいったんですけど、そんな話もしてます、うん、はい、それからズズさんのダイアリーで涙してしまいましたが、にじこさんの声で同じ文章を聞いて大泣きしてしまいました。なんだろう、にじこさんの声不思議、しみるんですよ、癖になる。そうですか、ありがとうございます。ズズさんはもともと愛のある方なんですね。愛を届ける術として風さんというとてつもない愛の塊を手にした、うん、本当にそうですね、本当にね、いやエントリーすらできずやさぐれておりましたが、ズズダイアリーで平静を取り戻せました、うん、
ズズさんにもそういう力ありますよね。うん、はい。そして今夜楽しみにしてます、リラックスリラックス、いつもの癒しと素敵なにじこさん、時々慌てんぼうになるにじこさん、全部魅力的ですよ、だから大丈夫、応援してます、ってありがとうございます。はい、しょっちゅう慌てんぼうです、もう本当にすいません。はい、それから、あ、ラジオが苦手って方がいるんですね、聞くのが、うん、なのでここで詳しく教えてくれてありがとうございますという、あ、まあ、そういう方がいてくれて嬉しいです。はい、それから当たったって方ですね、虹が、うん、虹子さんに習って代々木第一体育館にご挨拶に行ってきましたと、うん、本当にリアルにイメージして行動するとね、すごいですねと、初めて体感しました、うん、何が起きても自分には最高の出来事しか起きない、そう思えるようになりましたって、良くないことが起きてもこれがきっかけでここからの自分は進化するだと思うようになりました、にじこさんありがとうございます、風くんありがとうございますって、いやー素晴らしい、もう本当にこういうふうに思えるようになったら全てが全部糧になるんですよ、失敗とかないですからね、うん、よかったです。はい、それからにじこさんのネプラジオの存在前から知ってたんですが、最近になって聞き始めて、今ではスタンド FM も欠かさず聞いています、聞いた後はなんだか前向きな気持ちになれるんです、ライブ配信も楽しみです、ありがとうございます。もうね、こういう感想本当嬉しいです、もう私が発信してよかったなって思う瞬間ですね、うん、本当にありがとうございます。はい、でそしてですね、なんだったっけな、ああ、ちょっと待ってくださいね。そんな感じかな。はい、ありがとうございます。それで、腐ったらいけんよっていうね、この風さんの言葉。これね、私最初風さんの優しさのミュージックビデオのライブ、発表前のライブ配信があったんですね、10分ぐらい。ちょっと残ってはいないんですけど、そこで風さんがすごく励ましてくれたんですね。ちょうど1年前の5月ってもうみんな学校にも行けない、会社にも行けない、もうとにかく家にこもってっていう一番大変な時期だったと思うんです、初めてでね、うん、で戸惑って不安でっていう時期ですよね。その時にもうかける言葉もない、もう本当にみんな大変な思いしとると思うけど腐っちゃいけんよって言ったんですよね、頑張ろうなって、きっと神様には計画があるからね、これが後々ね、うん、また何かしらいいことに変わるかもしれない、うん、だから腐っちゃいけんよって、いいことに変わるかもしれないとはちょっと言ってなかったと思うんですけど、いやでもその神様には計画があるからと、うん、だからこの今の状態に落ち込んで腐っちゃダメだということをね、本当に力強く言ってくれてね、本当にあれね残してほしかったなってしつこいけど思っちゃうんですけど、でも本当にね腐っちゃいけんよって言葉がね本当に染みたんですよ、うん、なので私インスタの語録にもあげたんですけども、うん、ね、本当に腐らずにいきましょうやってね、本当にその通りですね、うん、いろいろあるけどね、生きてるといろんなことあるけどね、うん、はい、そして、今夜はあれですあれですって、まあ私のライブ配信10時からいたしますので、できるのかな、よかったらちょこっと覗いてもらえたら嬉しいです。本当に皆様のおかげで私こんな楽しいことやれてます、本当にありがとうございます。はい、なんか言いたいことあったような気がしたけど忘れちゃったな、うん、またじゃあ思い出したら、はい、ということでありがとうございました、ではまた。